ただいま。ただいま。今 X 見て。千穂ちゃんの X、 千穂ちゃんの X 今流れてきて可愛いと思って千穂ちゃんにリプもしてきました。すいません、ショールーム中にすいませんでした、大変。いやなんかね、一番上に流れてきたので、あーっと思って、マジで可愛い、ほんまに可愛い、可愛すぎ。え、ピンクのすごいね。千穂ちゃん、地方コンやってた。昨日もやってたよね。昨日、今日。昨日もさ、上がってたさ、X のさ、なんか、T シャツリメイクしたやつも可愛いなと思ってたんだけど。いや、なんかさ、その、なんか、噂で千穂ちゃんの新衣装があるってのは聞いてたんですよ。もう、見たことがなくって、私。で、その、今日上がるのずっと待ってたんで、ちょっと、可愛すぎて。そう、なんかどんな衣装かは知らなかったの。でも超可愛い衣装ってのは耳に挟んでて、何聞いてるの。春巻き、春巻きの皮です。ね、おさやさん、てか今あれだよね、衣装店やってるよね、行きたい。なかなか、なんかさ、この今さ行ってないんだよね、東京。ちょっと前まで結構行ってたのに。いつまでやってるんだ、行きたいな。もきちゃんも言ってた。いや、行きたい。いいな。羨ましいです。いやね、しばらく東京っていうか、うわ、やばい。揺れた。あ、そう。ちょっと広島でお仕事があったりして、広島にいるので、そう、あー焼きます。なんかね、焼きすぎるとまずいらしいから、あ、まずいっていうのは、やっちゃまずい。3、4、まあ、15分ぐらいで様子見しましょう。そう、苦くなるらしい、チョコが焦げると。要注意です。千穂ちゃんのコンサート行きたかったな。なんかでも11月もあるよね、確か。
ビターになります。来月もあるね。そうだよね。なんか追加であるはず。え、すごいよね。え、行きたい行きたい行きたいんじゃけどね。わ、11月？ 11 月のいつだっけ、中旬ぐらい、前半終わりぐらい、前半あ、なんて言ったらいいんかいね。 90？ ね、分からんのよね。なんかね、私多分稽古しとんよその頃。でも夜だったらいけるのかな。え、ちょっと分かんないや。行きたいな、超行きたい。いや、そう、バレエの直前。もう東京にはいるよ。うわあ。行けたらいいな。忙しそう。そうなん、なんかね。そうなんですよっていうか、なんかね、短期集中なんですよ結構。そうなのよ。だってまだ広島いるって思ったでしょまだいるからー思ったよりいるから。そうね、あれ、この人来月舞台だよねって思ったでしょ。ね、1ヶ月前ぐらいからそう行くイメージあるよね。それがね、そんなことねないんですよね。でもなんか本当に行ってガーってやって、ガーって本番やってって感じです。独学？独学っていうか、まあバレエの稽古やっといてねって感じなのと、あともう台本もらってるので、とあとは歌やる感じです。お家が好きな私。いや、そうなんですよ、お家は大好きなんですけどね。第二陣作ってるの。そうだよ、何気に気づいてた、密かにここで。今姉はね、自分の部屋に戻ったんですよ一回。ちょっと後で焼けたら呼びます。舞台経験あるの？いや、そのさ、アイドルズがマジで初めてだったから。全然違う、アイドルズの時結構全然なくってさ、ないっていうか、まあ、少なくってさ、だからなんかあの4人、まあ、4人っていうか6人なんですけど、なんか揃うことがほぼなくってでなんか代役の人がね来てくれるんですよ、かけてたら。でもさ、代役の人も毎回変わるんですよ、毎回人が変わるから。だからなんか本当に本人揃ってみんなで投資ができたのが本当にもうちょっとしかなくって、本番前の何日かぐらいしかなくって、そう、結構みんな合間合間でしたねあれは。
そうだ、ツアー中だったんだよ。よいしょ。ちょっとね、腰がに座って、座りたいんだけどね。これちょっと今更かな、椅子持ってくるの。うわっ、おちょっと待って、ちょっと待って、初めからこうすればよかった本当に、はあ、休憩です。トランロックこれこれこれラップ、一休み、パッツン、そう、お姉ちゃんが切ってくれました、今日、本日、まあ、ありがとう。なんか飲んでってなんかあるかな、なんもないかも。ちょっとうちの家、あ、そうだ、今日これ買ったんだよね。じゃーん、こちら広島のあのチーボーウォーターのこの元ですね。原液それ原液です。これね、乳酸菌飲料なんですけどね、超美味しいんですよ。製造者のところさ、安曇野工場って書いてあるんだけど、これ安曇野って、なんか安曇が前言ってたな、どこだっけ、長野なのか。そう、結構広島によく売ってるんですよ。カルピス近い、でもね味は違うよ。ちょっとカルピスより甘いかな、甘いかも。あ、何ですか、お水で割ったりするけど、
え、サイダーでも美味しいのかな。私はお水で割る。そう、これいっぱい売ってるんですよ。あ、忘れてた。え、もういいかも。開けてみようかな。もういいや。見て。え、美味しそう。三角チョコパイじゃないけど。ね、美味しそうな匂いするよこれ。見て、じゃじゃーん。なんか焼きチョコの匂いする。そうか、そりゃそうです。ね。やばいやばい、揺れてる。美味しそう。できたよ。うお、あ、いいよ、いいよ。見て、さあ、う、器、器っていうか、え、ショールームのお皿これに出そう。うわ、あちやばい、なんか硬い、ちょっと熱いかも。もうちょっと冷まそうかな。なんか三角チョコパイじゃないや、これは偽物。んもどき、もっといい言い方ないかな。偽物ってなんか悪いみたいじゃん風三角チョコパイ風春巻き？違います。春巻きです。春巻きですけども。やばい、性格が出た。インスパイア？あ、いいじゃん、インスパイア。なんかあれ、ジローとかでもね、なんか結構ね、ありますよね、そういうなんかね。あのちょっとあ、なんて言うんですか、風に作られたっていうか、三角チョコパイっぽい何かインスパイア系三角チョコパイ。ちょっとあと3分待って、冷ますわ。なんか熱そう結構。聞いてんのか？私に言ったそうよ、私誰に言うよ。待って、みんなに言ったの。違うよ。だって、だってって何だってってどういうこと。
アネキュー、アネキュー、アネキュー、え、厳しくないよ全然ね、厳しい、やめてよそんな、ちょっとやめてよそんな急に厳しいとか言う、意味がわからん、こういう時に言うんですよ、永遠は。メール送った、姉の風貌、風貌っていう風貌なのメールでね、写真撮ったじゃない、ああね、あれね、輪郭がそっくり、そこまで見えたっけ、そうだったっけ、やめてフォルム、フォルムそっくりかいね、髪の毛が一緒、髪の毛なんて大体一緒よどうやろう、前髪も一緒似てる、雰囲気、もう冷めたかな、あ、熱い、肩の感じ、肩、肩なんか乗せてないけどいや待って待ってそんな強気でいかん、乗せたかもしれんわ、え、どんな感じだったっけ、乗せた、分からん、でも姉に許可取ったんですよ、これ乗せていいって、覚えてないわ、どんなの、似てるって普段言われるか、言われるよね、今日言われたくない、ね、今日言われたわ、似てますねって、でも今日マスクしとったけど、うん、全然似てないけどやめてちょうど分け目が似てる、どこも分けてないけどありがとう、あの適当じゃない、なんだっけ、シュークリーム、え、適当なこと言ってるねなんかちょっと皆さん気をつけてください適当なこと言ってるねとか言われてますよ、似てるかなって思うのは、顔のパーツの配置似てない？そうなん？そんなことない？分からん。パーツの配置っていうかなんか、なんかね、ちょっとそのカメラをさ。こっちに持って行きたいんだけどさ、え、そうなの、うん、じゃあ腰がでも配置ってねえ、なんか飲み物作って、え、私が、そうだよそうだよ、なんか冷たいもの、配置はいいじゃろってきた、違うよあの目がこの辺とこの辺ですとかそういうなんか配置が違うとかそういうのじゃなくって、違うそうじゃなくって、なんか感覚、なんかわかりますか、目と目の距離とかね、そういう、目の距離測ってんだよじゃ分からんけど、なんかそういうあのそういうのが似てるってだけで、あのね、目と目の距離測ってみようや
ただ一瞬かわかるやん。あ、何センチか、うん、そういうことじゃなくて、まあ、そういうことかも。なんて言ったらいいの、なんて言ったらあれなんかな、配置っていうのはちょっと違うんか。なんかさ、勝手にさ、なんかあの顔を想像されても困る。すみません、それは大変申し訳ございませんでしたね。本当にそんな困るらしいですよ皆さん。さ、似とるって言ってもさ、前じゃないけんさ、うん、そんな可愛くないんだけど。いや、なんでそんなこと言う。やめてや、ごめんなさいって。いや、怒ってないんやけど。あれ、怒った？私怒ってないですよ。全然怒ってない。それが怒っとるみたいなんね。なんか飲み物作ってくれる？うん、なんか作ろうかな。うん、なんか作ってくれる？なんかちょっと作ろうかな。え、誰だって、やるときはやるよ。最近これにハマっとる。なんかやってみようかなって。なんかちょっと作ろうかな。私はね、なんか作ってくれるっていうのにハマっとる。私はなんか作ってくれるって言ったらさ、絶対作ってくれる。なんか作ってくれるって、なんか作ってじゃなくて、作ってくれるって。よしよ、何作る、作ってくれますか。あれ何なんやろ、チーボー。あ、チーボーにしよう。チーボーのもうや。いや、マジでこれ今素のショールームすぎてやばい。できました、第2陣ということで、ちょっとここを撤退します。いや、あれあれ抜けて、あれどれ、あれ、え、どれ、これこれこれ、おい、ちょっと待って、やばい、どうしようかな。置いたらいい。ごめんなさいね、ちょっとすみませんね。それではてて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 三角チョコパイ。三角チョコパイです。やってきました、三角チョコパイの季節が。なんそれ、インスパイア三角チョコパイです。え、まだあるやん。え、
そう、あのさ、余熱170度押してや。え？そこに立ったがいいことに。すいませんね。余熱し直さんといけん。飲み物今作ってくれてます。水全部使っちゃった。あ、この水いいよ、何でも使って。この水そう誰の？知らん。私の？知らん。何なん知らん。まあ、あなたのじゃなければ私の。え、ちょっと待って、どうしよう。タワーありがとう。東京のスワンさんありがちくじょう、ありがたわ。お湯で作ってみよう。あの氷多めにしたらいいよ。うん、ありがとうございます。そう、私関節柔らかいんですよ。なんか意外と、なんかわかんないけど腕の関節だけ柔らかいんですよ。なんか意外とすごいなんか行くんですよね。ええ、あのあれ何、猿肘？違う違う、猿肘とかじゃなくて、猿腕じゃなくて、猿腕か、猿肘だったら一緒だ。違うか。そう、あ、なんかちょっとここ立ったらここ見えたよ今。何が見えた？フォルムが。フォルムって何？うん、なんか影。影？影が見えた。え、映ったってこと？うん、ちょっとだけ。でも大丈夫。そんなどんなの感じかわからん。肩甲骨？そう。でもさ、スポーツ選手って結構柔らかい人多いからあれだよね。そんなになんか自慢できるほどのものではないんですけど、結構柔らかいんですよ。肩が。そうなの。いい球投げそう。ボール？ちょっと待って、ブクちゃん丸さんありがとうございます。あれが、あ、ありがねこだわ。にゃん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 、1、2、3にゃん。ありがとう、ありがとう猫。え、作ったん？いや、まだです。なんかさ、お湯で作ったらさ、乳酸菌がさ、いなくなりそうじゃない？そうなの？え、知らんけど。なんかイメージ、菌がさ、熱でさ、あ、そう、乳酸菌の菌ってそんな菌じゃないんかな。え、どうしよう。あ、おる？あ、ほんと？いる？いなくならない？なんか、いなくならないかなって思って。まあ、大丈夫やろ。そんなことないよ。あ、乳酸でいいじゃんもん。あ、乳酸？じゃあ乳酸飲みましょう。ホットカルピス、確かにホットカルピスってあるね。これチーボウォーターってなんでこんな美味しいんやろ。ね、なんでなんやろね。チーボウォーターのコップ知っとる？知らん。コップ付きで売っとんや。そうなん。あれ欲しい。え、チーボウの顔がついてるの？なんか、あの、それごと出てくるお店とかある。チーボーだとなんかさ、チーボー
ウォーターだけ売ってるとこあるよね、あの本通りのところらへんに。あーパーラーね。パーラー、チーボーパーラーじゃない、チーボーパーラーっていう、あれまだ行ったことない。あのなんだっけ、あのお店カフェ、あれカフェななんかさ、うわなんだっけ、エディオン神谷町らへんの近く、あっこ行きたい、なんだけど今日行きたいって言ったら、そう、そしたらそう店じまいしちゃった看板しまいだって、あー行けるんねって。県民センターの、あそう県民センターの隣、えあっこでライブすることあるやん。そう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 、じゃああの帰りに飲めるね、みんな。いや飲めんよえそうなん夜公演終わったらもうやってませんね。じゃ先に買ったらいい先に買ってあそこでいっぱい飲んで、とか言いよったらここがファンの人だらけになる。みんな来る？チーボーパーラー。もういいやもう沸騰寸前よ。アマゾンで売り切れでした。コップ、そんなコップ人気ない。あのコップかわいいよね。チーボーね、かわいいよね。チーボーってすごい。あ、チーボーウォーター、え、なになに、あ、売り切れ、濃いか薄いかわからん。結構薄めた方がいい。今ねニュースやってます、どんな未来にって。どんな未来か、日本の将来はゼロ、そうゼロ。はい、ありがとう。なんかさ、なんかさ、なんか何やったっけな、なんかの嗅いだ匂いがするよね。なんやろうな。昔から食べていい、昔懐かしい感じ。あ、どうぞどうぞ。それではいただきます。これパイなん？そうだよ。硬い？からまだ噛んでない。これおばきゅうコップ。ん？確かにスコールっぽい。わかるかもそれは。え、美味しくない？え、美味しくない？何も言ってないよまだ。怖い。ちょっと私も食べよう。これさ、あのこうアップにしたら、なんかラングドシャみたいじゃないこれ。結構パリパリ。あ、結構パリパリ。確かにもう見る感じパリパリだもん。見て。きつね色。なこういうクッキーみたい。いただきます。ここ。おいしい。けど、なんか、なんやろ。一口で食べて。あ、一口で。うん。あ、うん。それっぽい。何それっぽいって。え、おいしいよ。なんかしょっぱいんだけど、なんかバターかな。うん、美味しい。でもなんか甘くないね。そう。え？表面は甘くない。うん、ちょっともう一口で食べて。え、これを？うん。どうやって？ハイライン？入るよ。え、どうやって入れるの？こうやって。入れてみて。入れたやん。え、そう。今？こういうこと？うん、で噛んで。すごい ASMR なんだけど。
なんかさ、チョコがさ、チョコじゃないみたいなチョコしてない？焼きチョコ、うん、おいしいおいしいけど、思ったより固めね、確かに固い硬いから、奥歯で噛みましょうこれ結構固め、あの春巻き揚げてさ、結構硬いじゃん春巻きって、マジでこれしかも折りたたんでるからさ、結構春巻きの皮が固めなので、これは奥歯で噛みましょう。甘いせんべい。あ、これが。うん。マジで。お菓子みたい、確かに。え、おかしいよこれは。マジでせんべいです。これはあのチョコせんべい。でも美味しいよ。まあ美味しい。音がせんべい。いや、うん、もうこれはせんべいです。見て。かわいい。欲しい。買おうか迷ったんよ、お前。うん。でもコップいっぱいあるけ、買わん方がいいんかなと思ってやめた。コップ、大丈夫。何個あっても大丈夫。これせんべいです。でも一口で食べるよりちょっとずつ食べる方が美味しい。でもさ、チョコに到達せんくない？そしたら。ん？するよ。ほんと？ほら、ほんとだ、結構じゃあぎっしり詰まってる。ちょっと食べてもすぐ。あのね、これね、このちっちゃい大きさで作るのがいいです。なんかでかかったらでかせんべい、ボロボロ落ちる。え、そう、春巻きの皮ってボロボロ落ちるよね、うん、チョコが、あ、チョコがありがとう、食塩さん。中村舞です、愛媛県出身です。しっかり噛めよ。なんかこれ何個でも食べれそうやね。ね、なんかおつまみみたいな感じせん。うん、なんかあ、こういうお菓子ありそう。ね、でもない。え？何かって言われたら分からん。なんかさ、あのさあ、あと後味っていうか風味がさ、あれじゃない、ベークドショコラあみたいな感じせん、うんうんうん、のパリパリなやつ。うんうん、まあ、でもなんかあのくどくないから甘さがいい感じ。私甘いのいっぱい食べれないんですよ。そう、なんか好きなのに量が食べられないから。うん、ありがとう。45分パイではない、確かに。すみませんでした、マック閉店です。中村マック閉店します。マイキューマックは閉店です。マッキュー、でもバターがいいかも、表面に塗ったバターが。ブランありがとう。春巻きの皮ってお米？そうなの？
マイキューマックいつから営業してるか、本日営業して本日閉店しました。スマイル、スマイルなんてもんはないですよスマイルももうないです、本当にスマイルください、ないです。怒り、売り切れ、スマイル本日売り切れです本当にありがとう、ケーキもありがとう。うなんかバキバキです本当に。微笑み。もう寝る時間です。3連休は終わりです。深刻そうな顔をしてます。現実？言わないで。大丈夫です。またすぐに土日が来ます。で、頑張れー。頑張れー。頑張れー、頑張れー響いてなさそう全然響いてなさそう。別にそんな落ち込んでないよ。あ、本当？頑張れー。明日は、うん、忙しい。そうなん、習い事もある。おお、それは忙しいわ。大変。何習ってんのってみんながテコンドーテコンドーってことにしよう。テコンドーってことにしよう。テコンドーしてますテコンドーって習えるの？分からん。あるやろ、習うところ。テコンドーしよう。いいね、テコンドー習おうか。仕事終わりに？うん。習い事？マジでさ、すごいと思うわ。テコンドー？いやいや、仕事終わりに習い事行くのがすごいと思う。体力が。体力ない。いや、あるよ。ないよ、爆睡するもん、そんなと。いやいや、すごいよ、ね、テコンドー頑張りますマジであれよ、本当にテコンドー習っとるみたいになるけそれな、勝手にそんなことになる。でもなんかこのコメント欄見る感じではお料理教室かなって言ってる人もいる。お料理教室？うん、クッキング的な。行ってないよ。お料理教室とかある？編み物？あ、編み物やってないの。でも今日なんか毛糸見よったよね。あ、チラ見した前
編んどったらと思って、みんながなんとかなんとかって、あれ、まあなんでもいいでしょう気になるやん、テコンドーということで、でもマジですごいと思う。大したことはしてないですよ。私バレエやって習い事マジで疲れる本当に。え、一旦。疲れるよ本当に疲れる、なんか。でもさ昔バレエしよったのすごくない？あれ2時間とか2時間半とかさ、うん、すごいよね、うん、学校終わってさ、うん、しかも結構週4ぐらいで通っとった。やばいよね、そう、うん、すごいと思う。週4多い時週5とかで。学生の体力すごくない？うん、バレエねマジで汗かく、疲れるよ、ね、めっちゃ疲れる。逃げたこと、いやでもなんか好きやったけんできたかもしれませんね。なんかそれがさめっちゃ好きかどうか大事ですよね。バレエ結構好きなんで続けることができたんですけど、素晴らしい。そして今それで仕事をしているからね、素晴らしい。自分はピアノ逃げてました。いや私もピアノ逃げてましたなんかそう、姉と姉と一緒に私ピアノ教室行ってたんですよ。何話すの？泣いとった話。私がで最初大体私からやるんですよピアノ。あの2人で行って、であの姉は待ってて、で私がまずこうピアノ弾いて、で先生が教えて、何分ぐらいだっけ？30分、うん、あの2人で1時間ぐらい。そうで、あのやって、でその後姉が30分みたいな感じでやるんですけど、そう私がね練習せずに行くんですよでなんかピアノって練習していかないと結構大変なんですよね。で練習せずに行って弾けなくって先生にいっぱい怒られて、でもうボロ泣きするんですよ、もうってですごい気まずい空気が流れて、その後姉がやるんですよ。もう姉もすっごい気まずい空気で、そうピアノをしないといけないっていう状況がよくあって、あの後さ待っとる時と帰る時と2パターンあったよね。うん、そう泣いて私を待つ時と先に帰る時、もう先に帰る時あったそっちがねよくピアノできなくて、そう私はもっと気まずいよ一人の時。そうよね、気まずいよね。先生泣いたらね、なんかちょっと悪いなっていう多分気になってでも自分が悪いんだけどねでも先生もあなんか泣かせてしまったという気持ちになってしまって、発表会した、なんか発表会がいつもなんか冬の時期にあったんですよ。で毎回カイロを持ってこう並ぶんですよ、こう順番を。マジでなんで冬の時期にやるんだろうと思って、もう手がかじかんで動かなくって、ね、本当に寒いのになんで冬なのっていつも思ってた。なんでかね、ね、なんか冬の時期にいつもあって、ね、ピアノは一人やけどバレエはいっぱいおるけん新鮮。わかる、一人で行くの結構心細いよねピアノ。毎回練習せずに行く、いやなんか練習する時と練習しない時があるんですよ。でなんか気分が乗らなくって練習せずに行っちゃって、で1週間に1回やってたんですけど、その1週間ね課題曲みたいなのが与えられるんですよ。それいつもなんか調子が良かったら練習するんですけど、練習せずに行ったらもうボロボロで怒られる。そうでもやっぱなんかなんていう、自主的にやらんといけんけんさ。ピアノ弾ける？蛍の光は弾けるって。ごめん残り 20% になりました、ちょっと止まりました、すいません
姉級は練習、いやなんか引き合ったよね、あ引いてない、分からん、覚えてない、しとったっけ、うん、でも怒られたよ。でもなんか姉の方がもっと高度な、なんか楽天とかやっとったよね。おー、やっとったね、うん、なんか楽天っていうそのピアノ弾くだけじゃなくて筆記でなんかいろいろ勉強するやつやってましたね。それ私は見てた、なんか難しいことやってんなーって。そう、音楽のなんか基礎知識みたいなのを、そうそう、でももう弾けん、楽天、楽天だよねあれ。やばい、なんかね私のね携帯ね、バグじゃないや、なんだっけ、あのもう結構寿命が来てて、バッテリーが20から10今秒で減った、また止まった、やばい。おやすみ、やばい、お休みの時間早くない？ 10% 減るの。いやだっけ、そうなんよ、もうでもうすぐに切れるよこれ、すぐに落ちるんよ 20% 切ったら。怖、こないだもさ真っ暗になってなかった。いやそうなんやけど、私の携帯も結構使ってますからね。いや誕生日ます、フリーライダーさん、カズピースさん、ハジさん、瀬戸内のお日様さん、カズノリさん、タメデスさん、クマネパパさん、ドーコーヨーさん、ヤマちゃんさん、ウエンマンさん、福太郎さん、東京のスワンさん、1位はドルドドン、福ちゃん丸さんでした。ありがとうございました。すいません、今充電させた、本当にごめん。おやすみなさいませ、皆様良き夢を。じゃあねじゃあね、配信見てくれてありがとうございました。おやすみなさいませ、明日は火曜日です、頑張りましょう。またねー、おやすみ。あと何分ある？あと分からん、59分だって。あとね45秒ぐらいありそう。うん、おやすみ姉貴、おやすみって、さよなら怖い、なんか冷たい塩、さよならさよならおやすみなさい、別に塩なつもりはない悪気はない、おやすみって言って。おやすみ。おやすみ。またね。ありがとう。Yeah.